ボルズ戦だけ見るか、あと。ボルズが入ったとこ見よう。どの試合だっけ？リトルの勝率100%スタンドインボルズ。メインステージ？ジョジョスラッシュボルズ。クローブの勝率100%始まります。な。どこでやった？どこだ？お待たせいたしました。来た。こっからね。なんかいる。KD 引き継ぎなのがおもろいわ。出ただけで11キルしてる。重要な重要なこのテクニカルポーズが買うぜ。どのような攻め、どのウェブカメないか、さすがに。A 面コントロールするのが戦後ゲーミングです。ここ3ラウンド目ということで、武器売りは戦後ゲーミングですね。A 面カウント。さあ、上から勝負を仕掛ける。ファーストブラッドはエース。さあ、少し勢いついたかもしれません。多めのファーストブラッドからエルボーに流す。強い。強すぎ。3ラウンド目、決めるのか。あ、強すぎる。マッチポイントリドルオーダーパーフェクト右手を上げてるボルズコーチが笑顔を見せています。ちょっと楓選手これボルズバフですか。撫で下ろすようなシチュエーションありましたけれども、それでもこの A 前のリテイクから B から寄ってくるところラークを刺した完璧な。これはちょっと強すぎですね。ポーズでした。いやー、戦さあ次はどのような攻めを見せるか。写真マジでおもろいんだけど。もっとなんかいい写真なかったの。いや、これは結構いい写真か。でも A 前に関してはミサイかなりいい写真か。撮ってるんですが、スパイカメラがあるのでいつでもリテイクいけるよという動きですね。ノールク左手プレイでこのプロリティやるな。ただこれ B メインボルズ両手使うと音がないよということで、かなり強すぎるのかもね。警戒していますね。さあ113の配置からゆっくりとミッドを警戒するような131の配置になっています。戦後ゲーミング、ミッドの取り返しに行きましたよ。ドライで。さあ17はやつかの位置です。15見えた見えた。さあ無理はしません。引っ張ってここでダークカバー蓋をします。これやつか選手がもしキル取るとニューラルセフト打たれますから、ちょっと戦国としても勝負しないですね。黒瀬使わんから適当に取ったらしい。やつかとの2段です。そういうことね。ここになるとミサイ選手が A 前を抑えたらしいよ。横とた伸びたガーディアンで空中を飛んでいたカエデを抑え切りました。DG で取り返しミッドウィングマンでの設置。お、倒した。設置が通った。ここは高めの位置に設置しました。柱裏ミッドラークを落とすことはできたんですけれども、スポーン抜けのエースが注目ですね。ウィングマンとの素晴らしいダブルピークでした。抑えた。トラダ左手で買い上がった。勝ち上がった。さすがに勝てないかこれは。しゃがみピークしてる。位置はバレていません。負けたつ、うん、ここを勝ち切ったのはミサイです、うん、リテイク成功です。このラウンド取ってほしかった。これあれ取ったらもうプレイヤーでしょ。しっかりとコーチやめなってなるよ。強いのね。強力なアルティメットも揃います。まあ1キル1ですね。エルボーからプッシュを仕掛けていくような動きを取ります。伝説の1キル情報取ってるんで映画のよりは早くなりますが、まあやはりちょっとミッドが怖いですね。ノーセンチ、ごめんなさいね、はい、政治はいるんですけど、政治はいますよ。アビリティで見れないというのがここで影響しています。さあリンクにスモーク。てかあれか、みんなボルズの、はですね、ボルズのみんなボルズとやってた選手か。スポーン側にペイントダウン、リテイクの配置になったのが戦後ゲーミングです。ミッドのファイトも重要か。うん、いるのはヤツか。ここでワンキルヤツか。みんな外ね、それダメヤツか。カエデエス君はそうだけど、ソルダムモーダムね。スラッシュが最大限活かせる位置。ワンピック取った楓、前目の勝負。そしてリンクまではミサイア人文が返していく。オーバーヒール、そしてスラッシュ捕まった人文。ただノットエットゲットがある。戻ってきた人文。中央からラクは時間がない。押された。エースが耐える。ワンブイツー、モスピットが入る。逃げ道がないがワンブイワン。うわ、取り切ったのは人文だ。戦国ゲーミング、ノットデッドイエットで戻ってきた人文が取り切ります。人文が2人いるって。これエース君死んでたら倒してもまた勝ってたって選択肢があるのか、はい、そしてね、ミッドのラークに対する意識というのも非常に良かったと思います。はい、あのリテイク状況、伸びた選手としてもノットデッドイエットで今ケリークスは1キル2ですか。出てくるだろうという VORZ さん、メントが強いのが戦国ですね。じゃあ最後まで見届けてやろう。戦国ゲーミング、パラノイア、ミッド詰め。A 面下がるしかありません。リドローダー迎え撃つか引くか。いや伸びた。死んでった。スモークの木でモルズを抑えてます。モッシュピットが閉店で入っていましたね。 DG を返すものの、いや中央バリオブも素晴らしい。メインを取り返すことはできません。 B 側にもし来た場合はスラッシュでのリテイクがあるというのもありましたね。これミッドの取り返し非常に苦しくなりました。リドローダー
さあ高い位置でのバリオーブ、箱上に乗ってヤツカがクリアリングするものの、戦後ゲーミングとしては勝負してくれません。一応見届けるか。であるものの、このまま勝っちゃうかもしれないしな。ためにここは一度割れるのを待ちますかね。待っていった、これで人数がかなり割れましたね。さあこれによってミッド A 展開もあるという状況です。ガトラダに関しては A 面をコントロールできているので B に固めている戦国ゲーミングでありますが、ミッド抜けに関してはのび太が担当します。トライ勝負、のび太ここは倒されてはいけないポジション。壁抜き、状況が変わります。右置きって倒せる場所でスラッシュが落ちてしまった。倒せる置き方じゃないと。フロムとシャドウズで、あの壁が硬くないと。いやこれ音は聞けてるけど寄りが遅れますね。足蓋2つ、さらに倒す、十分な時間稼ぎ。情報取り、ガトラダパラノイアもないぞ。いやでも本当に勝っちゃいそうじゃんこれ。あと10秒耐えれるかガトラダ。見えた、抑えた、ソルダム打ち込んだ。あ強すぎる。楓のカバー13対5、3セットを取り切った。こっちが選手になったら IG の質変わる。まあやはりリドルオーダーの強さが出ましたよね。どうぞ。ボの勝負感。ボルズバフの勝ち。一人一人でも一応 KD 0.33ね。B メインで勝負感。まあでも楽しかったろうな。ちゃんと勝ててるなら、このまま流れで行かれるのとか怖かったろうけど。よかったね。